どうも、皆さんこんにちは。ゆっくりのマリサと、ゆっくりの霊夢が、ギターカバー動画を紹介します。今回のギターカバー動画は、イーグルスのホテルカリフォルニアです。ねえマリサ、この曲、説明いるかしら？では話はそろそろ。勝手に終わるんじゃないわよ。ネタがないなら今日は私が説明するわよ。ではお願いするんだぜ。お願いされてあげるわ。ホテルカリフォルニアは日本で言うと、ホテルニューシオ。ラとかハ、やホテルとかと同じでアメリカのホテルの CM で使われている曲です。嘘ぶっこむんじゃねえよ。やっぱりポンコツ霊夢に任せたのが間違いだったのぜ。失礼ね。なので今回も私が説明するぜ。よろしくお願いします。ホテルカリフォルニアはイーグルスが1976年に発表したフィフスアルバムであるホテルカリフォルニアのオープニングナンバーです。45年も前の作品なんだね。イントロ、A メロ、サビ、ギターソロとどこをとっても印象的な名曲なんだぜ。アルバムジャケットも赤涼感があって世界観が合っているよね。歌詞に関してはとにかくいろいろな解釈がなされていて、1969年以前の良きアメリカの喪失とか、蔓延するドラッグの問題とか、産業ロックの肥大化に対する苦言であるとか、様々な解釈がネット上に転がっているんだぜ。試作したドン・ヘンリーは歌詞のある部分の質問に、社会政治的なメッセージだよ、くどくど説明したくないけど、って答えたらしいね。めんどくさくなっちゃったんじゃね。かもな。さて、実はここまでの前説は2021年10月に作成したものです。突然何よ。当時、前説に続くギターカバー動画を途中まで作成したところで確認のために用つべにウープしたところ、権利侵害ってことで動画がブロックされてしまい、お蔵入りになってしまったんだぜ。その後も事前確認不足でお蔵ってるよな。そうそう。そうそうじゃねえよ。で、このホテルカリフォルニアに関しては、ネットで著作権に引っかからないバック音源が公開されているのを発見して、連絡を取ったらカバー動画で使用公開 OK って返事をもらえたので、作り直してみたんだぜ。ギターソロ部分だけなんだね。バック音源がその部分しかなかったし、今さら全部カバーする気力もなくなったからな。と、ウプ主が申してますのでご容赦ください。さて、動画の尺が2分を超えて、ギターカバー動画本編より長くなりそうなので、話はそろそろ終わりにします。動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは最後までゆっくり見ていってね。最後までご視聴ありがとうございました。まったみってねー。